いやもちろん、3試合目ぐらい連続負けると結構精神的にきつくなってくるので、まあでもすごい強い相手といい試合しながら負けてたから、まあいつかは勝てるのかなと別に、まあ精神、まあ分かってたんで、ただでもまあきつかったですね。なんとか今日勝ててよかったです。どうして、ま、負けが続いたと思いますか？いや別に、まあもちろんドローもタフだったし、チャレンジャーで2回ぐらい負けちゃうとちょっと自信が下がるし、であとまあテニス的にもちょっと新しいことを試してたんで。どんなことですか？まあもっとサーブアグレッシブにとか、フォアのグリップちょっと変えて、もっとアグレッシブに打てるように、まあもうちょっと綺麗に、まあ、フラットに打てるように変えてきたんで、まあそれでもちょっとまあ勝ち負けにも差があったのかなと思うんですけど、まあ、この1年2年ぐらいでこれがどんどん結果出していけるかなと思います。今日の試合はどうでしたか？まあ相手は結構バクバク打ってくる選手で、ちょっとやりにくかったんですけど、まあ、ミスも多かったからなかなかリズムがつかめなくて、でセカンドセット簡単にいけそうかなと思ったらなかなかファーストサーブ入れなかったりして、そしたらどんどん相手がまたちょっとプレーのレベル上げてきたんで、ちょっと最後は緊張しましたけど、なんとか勝てたんです。